はい、さい。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー、山田バスラーやいびん。昨日に引き続きまして、今日もお礼の動画でございます。シュガーホールの応援金がですね、またございまして、ございました。渡辺菊郎さん、菊ちゃん。ね、僕は以前菊ちゃん先生と呼んでましたけれども、あんまり先生と言わないでって最初に言われてたんですけれどもね、やっぱりあの大先輩なんで僕ずっと菊ちゃん先生って言ってたんですけどもね、今日は改めて菊ちゃんの、ね、おっしゃってくださったみたいに今日先生をつけないでですね、菊ちゃん、菊ちゃんからですね、シュガーホールの応援金1万円が、ございました。ありがとうございます。ちょうどね、昨日の動画でクロトン設計事務所の下地哲郎代表からですね、5万円の応援金がありましたということで、本当にこう身が引き締まる思いだったんですが、それに引き続きまた翌日もですね、菊ちゃん先生から、あ、言っちゃった、菊ちゃんからね菊ちゃんから菊ちゃんから1万円の応援金があってですね、もう改めて、いやー、みんなにこうなんていうのかな、期待というか応援してもらってるんだな、応援されてるんだなと思って、非常に嬉しいと同時にですね、いろんな思いを今馳せているところでございます。菊ちゃん先生との出会い を振り返るとですね、まあ、僕の大交流会の共演でね、比嘉ちさきさん、ちっさー、比嘉千の、作って書いて、ちさきさん、比嘉ちさきさん、ちっさーというですね、民謡の、方がいましてですね、民謡かな、まあ沖縄のいろんな舞踊とか民謡、国立劇場とかでもなんか関わってる方だと思うんですけれどもね、そのちっさー、ちっさーはですね、以前僕が竹原ピストルとツーマンライブをした時にお客さんとして見てくださった方なんですけれどもね、そのちっさーは大交流会にも出てくれて、その大交流会にちっさーが出てくれた時のお客さんが渡辺菊郎さん、菊ちゃんだったんですよね。以来、菊ちゃんとはなんかまあまあ、フェイスブックを通じて交流をしたりとか、実際にね、お会いしてドライブに行ったりとか、ね、そういう、僕の家にも来てくれましたね。グーニーのマジック教室の時にいらしてくださって。で、まあ、以前はよくですね、菊ちゃんはですね、僕のこの大交流会に、お客さんとして、お越しくださって、菊ちゃんはですね、写真が上手いんですよ。写真を撮るのが重くてですね、まあそういうので結構ね、大交流会の写真はですね、菊ちゃん、僕の写真は菊ちゃんのね、撮った写真をね、使うことが多いんですけれども、その菊ちゃんはですね、まあ僕から見るとすごく大先輩でですね、まあいわゆる県外でこう、まあ、ある程度こう、仕事をね、まあリタイアして、それでまあ沖縄に来て、まあ、移住している方って、まあ、いるんですよね。だから僕もなんかその菊ちゃんもの、この雰囲気を見て、まあ、ある程度こう、内地でね、ある程度仕事を全うして、まあ、半分リタイアっていう感じで、まあ、沖縄に、住んでいらっしゃるのかなというふうに思ってたんですけれども、まあ、いろいろね、交流していくと菊ちゃんは、まあ、本を書いてたりとか、まあ、あとは、かつては住職さん、宮司さんか、宮司さんだったりとか、他にもね、いろんな編集者とか、まあ、いろんな職業、肩書きを持っていらっしゃる方で、あんまりもうそういうことはですね、もう過去のことなんでっていうことでね、あんまり菊ちゃんの方から言わないんですけれども、そういうことでね、菊ちゃんの本も読ませていただいたりとか、まあ、そういう方でね、そういう方がライブにね、こう大交流会にね、足を運んでくださっているということが、本当に僕もですね、いいライブしないとなというふうなですね、励みになっておりました。で、最近ですね、菊ちゃんが、その大交流会に、まあ、いらっしゃらなくてですね、まあまあでも、そういうことってあるじゃないですかね。足しげく通ってた人がパタッと来なくなるって、まあいろんな状況があるのでね、なので、まあ、
まあ、またいつかねふらりといらっしゃるんじゃないかなとか思ってたんですけれども、すると菊ちゃんからね、そのシュガーホールの応援金がねありまして、その昨日かな、お礼のメッセージをですね送らせていただいたところ、菊ちゃんが実はちょっと体調を崩されてたんですね。それを僕知らなくてですね、菊ちゃんにメッセージ送ってね、それからあの返事をいただいて、あ、そういう状況だったのかということを今回知りまして、本当そんなね、体調がですねいろいろ、まあ今、不安な時にですね、シュガーホールの応援をね、していただいて、もう本当に、ありがとうございますということで、もう何より、ね、ご自愛、くださいというふうな思いで私は今、います。ね。ね、こんなタイミングで菊ちゃん本当にありがとうございます。ね。まあもう少し良くなったらですね、大交流会にも、遊びに来てください。そして菊ちゃんがね、見たとき、また見に来てくれたときはですね、あ、バスラさん、相変わらず、いやいや、相変わらずどころか、さらに面白い、ね、ミュージシャンになってるなというふうにね、思ってもらえるようにですね、僕も励みたいと思います。ね、本当に、ということで、大阪から帰ってきて、またね、一から応援金をですね、募ってるということをね、この間お伝えしたばっかりなんですけれども、クロトンの下地さんからも応援金があって、そして、菊ちゃんからもですね、応援金があってということで、もう、ね、思ったよりも、早いスピードで、また応援金がですね、今、集まってて、もう本当、改めてですけど、身が引き締まる思いでございます。ので、まあ、僕にできることは、いいコンサートを作れるようにですね、日々動いていくことだと思ってますので、どうぞですね、引き続き、僕を見守っていただけると嬉しいな。皆さんが見守っていただくことでね、僕も励みになるし、ね、いいイベントを作りたい。そして、いい曲を作りたい、ね、いい音楽を作りたいって気持ちになるので、本当に、皆さん応援していただいてありがとうございます。はい、引き続きですけれどもね、シュガーホールの応援の講座をですね、この概要欄にですね、載っけておりますので、もし応援していただける方がいましたらですね、どうぞ、よろしくお願いします。引き続きですね、僕も応援金募ってやっていきます。ね、でももう本当一日一日はあっという間に過ぎていきますのでですね、今を大切に、今日もですね、いろんなやることがあるので、それをですね、今を生きたいと思います。はい、ということで、菊ちゃん先生、またね、もう少し元気になってからですね、会いに来てください。あ、そしてまあ、大交流会とは別にね、僕も菊ちゃん、また菊ちゃん先生って言っちゃうね、もうちょっとこう癖になってるんで、菊ちゃんね、またね、僕の方が今度、茶壇にですね、行ってお伺いしていろいろ誘惑できたらいいなと思ってますので、またいろいろ歴史の話とかね、聞かせてください。はい、ということで今日も一日サラバンジ。